トシの嫁、可愛い恐竜さん。デザインは好き。ナオゴさんって最弱。近隣編、サトシの裏のエース。トープ洞窟最強。3D でどうしてこうなった。ワドルリと同じ鳴き声。豆ミートを届け。大人になって好きになった。ピカチュウにアイアンテールを教えたやつ。現実でペットにするなら。フクロウ好きだけど、こいつはそこまで。サトシので慣れてて、通常食飲みると逆に違和感。お腹なでなでしたい。見た目はすんごい好き。ナオ種族地。霞のトラウマ。デザインは本当に良い。ナオ種族地。なんでこんなにかっこいいの？等身大ぬいぐるみ欲しい。水電気タイプってなんかいいよね。ピザミニ以外に用はない。存在感ない。目薬せしなよ。指を振る。首の長さがすごく好き。ちょっかい出したい。第三世代と勘違いしがち。金銀の旅パに入る率高い。ペッチアカシアの電流かっこよすぎ。現実にいたら欲しいけど旅パに入れたことない。癒しと HP 努力値をくれる。デブメタボ。ウソッキー挑発。ハイドロポンプを打ちたいポケモンベスト2。第2世代ってなんでこんなに可愛いポケモン多いの。口元は好みではない。もっと強かったらガチで使いたい。あんなにサトシと息ぴったりだったのに。暇ナッツだけで金銀プリアするゆっくり実況者好きだったな。顔を見てアッシュベルを思い出す。UIがすごく好き。可愛さのもんで僕の祖父そっくり。可愛い劣化風鈴。耐久型使う人の税金2倍になる法律とかできないかな。好みのデザイン。お前も喋るんかい。いたらとりあえず捕まえるレベルで好き。メザパ廃止したから今の技構成どうなるんだろう。無理心中ポケモン。リアルキリンも好きだから好き。コンセプトは好き。孤高のミノムシポケモン。実質支流弾。飛ぶサソリって発想がすごい。アゴー。ヤドンの尻尾もニャースの尻尾もお前のかい。犬ポケで一番好きかも。ステラおばさんじゃねえよ。ポケモン界のイケメン。ポケモン界の塩顔。ポケモン界のソース顔。ポケモン界のシンプルヤクザ。ヒメヒメ。進化したらあかんやつ。よく見たらツインテール。第三世代と間違えがち。ひっくり返したらどんな感じなの。氷地面タイプってなんかいいよね。人手に負けるピンク。謎の魅力を感じる。気合のハチマキ。お前将来チュッポケになるよ。直気を持たせたいポケモン。第1。日の嵐のライバル。コライドンをいじめないで。主人公をいじめないで。ニョロトノの相棒。昔から好き。弱点保険に入りましょう。秘跡を叩き落としましょう。存在感皆無。チョコタンをいじめないで。格闘限定の EV。 エレナとエリが好き。ルージュラの方が好み。マイケン体操の発案者。アヒル口の発案者。乳首のつくも髪。デブはスタミナないのが相場だろう。なぜ大阪のおばはんみたいな髪。熟女好きのロリコン人さらい。みなきくん嫌い。オークンスチ。ヨギボー。バンディアスの胴体。600族では一番興味ないかも。エスパータイプなのが未だに納得いかない。実は一番背が高い炎タイプ。時をかける玉ねぎ。